皆さんには、二次三次内で好きなユニットはありますか？ドクズ本社や、サンバカの集まってるだけで面白ほっこりするユニットから、レインドロップスや、トリニティなど、高い歌唱力を活かした歌がメインのユニットまで、たくさんいますよね。今回は、伝説の歌ってみたカッココラボ編と題して、二次三次ライバーたちの神ハモリや歌唱を聞いていきましょう。普段からよく知られているユニットだけでなく、ここでしか見られないレアな組み合わせにも注目です。その1、ふわぐさ。まずは、ふわぐさの呼称で知られる、ふわみなとさんと、三枝明奈さんのコンビです。2022年5月8日に行われたふわぐさ 3D ライブ。叶えたかった夢の、アンコールで歌った、ともにのハモリが神すぎるので、早速見ていきましょう。2人の安定した歌唱力とハモリが抜群で、聞き入ってしまいますよね。3D モデルの完成度も高くて、まるで本当のライブ会場で見ているみたいです。二人がかっこよすぎて、このライブは何度も見返してしまいます。動画本編では他にもたくさんの曲を歌っていて、二人と仲良しのライバー、眉住海さんも登場するので、ぜひ聴いてみてください。その2、笑い地。続いては、上力一さんと、林道美琴さんのコンビ、笑い地です。2020年12月29日に行われた、二次三次ユニット歌謡祭。通称、NJU 歌謡祭で見せた二人のデュエット、目抜き通りが、歌唱力はもちろん、どこか魅惑的な雰囲気も相まって、神がかっているので早速見ていきましょう。林道美琴と、上力一です。二人合わせて、笑い地です。まだまだ盛り上がってこねー。バーチャル銀座へようこそ。最新のネオンサイン探したい。あ、まだ見ぬ仲間たちがまばゆく光誘ってる。日本の夏よ、そう結果を愛認めたい。あ、命の使い道はすれ違いざま笑って返す本の一瞬。二人の雰囲気、歌声、カメラワークと全てが完璧で魅了されてしまいますね。原曲は椎名林檎さんとトータス松本さんが歌っているのですが、そんなレジェンド二人に負けないくらいの胴に入った歌唱でした。その3、サンバカ。続いては、リゼヘルエスタさん、アンジュカトリーナさん、イヌイトコさんの3人組ユニット、サンバカの歌です。サンバカはこの前3周年を迎えたのですが、サンバカ3周年を祝うライブ、サンバカサードアニバーサリーライブ三つ星パレードで披露されたオリジナル曲、三つ星パレードが、歌もダンスも相まって神なので、早速見ていきましょう。上手くてダンスも可愛いですよね。この3人が歩んできた3年間の道のりも考えると、さらに深い感動を覚えます。これからも仲良く元気に活動していってほしいですね。その4、トリニティ。続いては NJU 歌謡祭2021で披露された高宮リオンさん、博士冬雪さん、フレンイールスタリオさんからなるユニット、トリニティのナイトスパイダーです。もともと歌が上手い3人が集まったユニットに最高の舞台演出、キレキレのダンスが加われば、最高の歌が聴けるのは間違いありませんよね。早速見ていきましょう。ナイスパイダー、苦情の世界へおいで。カウディスペイ、月明かり始まる。無双状態のメイキュレディアのユーローリッ、夢の中みたいな。夢の世界へ二人ゴーディスペイ、くるぼしく始まる。狂乱歓迎の姿勢、ギャレリーへのユーローリッ、ビートナイスパイダー。
歌もダンスもかっこよすぎます。何度見ても鳥肌が立つレベルでヤバいですよね。トリニティの楽曲は他にもたくさんあるので、ぜひ聴いてみてくださいね。その後、高戸美術室。続いても、NJU 歌謡祭2021で披露された、上力一さん、花畑茶衣香さん、夢追いかけるさんの、3人からなる特製ユニット、高戸美術室です。大人気バラエティ、トンネルズの皆さんのおかげでしたから生まれた、矢島美容室が、まさかこんな形で VTuber 界隈にも進出してくるとは、全く想像できなかったですよね。早速聴いてみましょう。声も本家に寄せていて、いでたちや振り付けもバッチリです。初めて見た時は大爆笑してしまいました。元動画では、花畑茶衣香さんが、本家の口パク疑惑シーンも、完全再現しているので、そちらも必見です。その6、2時3時。続いては、NJU 歌謡祭の大鳥曲、参加者全員での、バーチャルプーライブです。バーチャルプーライブといえば、2時3時プロジェクトの1周年を記念して作られた、2時3時の象徴とも言える曲ですよね。この曲については多くを語るのも野暮なので、早速聴いていきましょう。当初は今と比べて人数も規模も小さかった2時3時ですが、こうして大勢のライバーがバーチャルプーライブを歌っている様子を見ると、今までに歩んできた道のりや生まれた感動がこっちまで伝わってきますよね。ライバーたちのかっこよさや可愛さ、その全てが詰まった本当の意味で神曲と言えますね。その7、月の実と剣持刀や。続いては2021年夏に開催され伝説と化したリアルタイム AR ライブ2時3時ライトアップトーンズより、2時3時1期生である月の実とさんと2期生の剣持刀やさんの例のカバーです。早速聴いてみましょう。されていなかった VTuber というジャンルを明確なものにした立役者の一人である月の実とさんと、当時数少なかった男性 VTuber という存在を世に知らしめた剣持刀也さんの、まるで生きるレジェンドとも呼べるような二人の歌声が素晴らしいですよね。今後も VTuber という存在を引っ張るライバーでいてほしいですね。その8、リップローズ。今まではライブステージでのガチな歌を紹介しましたが、もしかしたらステージの雰囲気でよりうまく聞こえているだけかもと思う方もいるかもしれないですよね。今回はそんなことはないと証明するためにも、こちらの歌を聴いてもらいましょう。2020年10月5日に行われた、レディエリファさんと、朝比奈あかねさんのコンビ、リップローズのオフコラボ歌枠です。生き残りたい、まだ生きてたい、君を愛してる。本気の心見せつけるまで、私眠らない。ライオンといえば歌のキーも高く、とにかくハモリがかっこいい名曲ですが、スラッと歌えて、さらにハモリも入れてしまうところに惹かれてしまいますよね。この歌枠や他のリップローズ歌ってみた動画も、素晴らしいものが多いので、ぜひ聴いてみてください。その9、レディラン。続いては、レディエリファさんと、早瀬壮さんのコラボ、レディランです。普段は関西弁を交えたハスキーな声が素敵な早瀬さんですが、彼女の歌声、ハモリはどんな感じなのでしょうか。2020年3月16日に行われた、レディランのオフ歌コラボを見ていきましょう。どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう。悲しみを世界に打ちのめされて、負ける意味を知ったくれんの花よ。
般のほがらかで快活な早瀬さんとはまた違った、情熱的でかっこいい歌声ですよね。レビさんの歌声も安定したうまさがあって、聴いていてすごくテンションが上がりました。レビランのコンビも、早くライブバージョンで聴いてみたいですね。その10、ロフマを、最後に紹介するのは、剣持東也さん、鏡隼人さん、不破湊さん、海田春さんの4人からなるユニット、ロフマオの、愛罠言う罠です。公開から1ヶ月で200万回再生もされているので、知っている方も多いと思います。バラエティ企画も音楽活動も全力で取り組んでいて、さらに仲もいいこの4人だからこそ表現できる、最高の歌声をぜひ聴いてください。といも相まって、聴いていてすごくテンションが上がっちゃいますよね。普段のバラエティ企画とはまた違った、ストレートなかっこよさもギャップを演出し